構造寺は、広島県尾道市に所在する浄土、新州本願寺派の仏教寺院。3号は、長生山。1936年から、ガランの混流が始められた新しい寺院で、日本各地の古建築を模して建てられた道島が、立ち並び、西の日光、母の寺とも呼ばれる。このうち、三門、本堂を、はじめ15の建造物が、 国の登録有形文化財として登録されている。また、仏像、書画、茶道具などの美術品、文化財を多数所蔵し、寺全体が1953年3月14日より、博物館法による登録博物館となっている。無断化寺院でもある。構造寺の解散は、大正、昭和期に大阪で活躍した実業家の金本構造の地の構造寺構造。 1927年故郷瀬戸田に住む母のために邸宅、塩小越閣を建て始めた。母が1934年に没すると、翌1935年、金本は母の母体を弔うため出家して、僧侶となりなお福松から構造に改め、同年から母への感謝の意を込めて塩小越閣周辺にて構造時の混流を開始した。金本は金でより、 瀬戸田の地に誇り得る文化財のないことを残念に思っており、境内を日本各地の著名な歴史的建造物を模した道具で埋める構想を立てた。以来、34年をかけて日光東照宮陽明門を模した紅葉門、陽道院報道を模した本堂などをはじめとした仮覧が完成した。なお金本は1956年以降、自らを 構造寺構造王と名乗るようになった。陽明門を模した紅葉門から西の日光と呼ばれるようになり、瀬戸内海の観光地の一つとなった。平成期に入ってからは建築物の特殊性が評価され、十五棟が登録有形文化財として登録された。紅葉門五十島未来新の丘境内には、日本の著名仏教建築などを模した建物が、所狭しと配置されている。 詳細は以下の通りである。きつらゆき像仏ハンズ国の重要文化財、指定物件は以下の通りである。なお、以下の物件はすべて金元構造の収集品であり、古くから育地島に伝来したものではない。以下の15件が国の登録有形文化財に登録されている。登録基準は、山門が国土の歴史的景観に寄与しているもの。 塩小絵角が造形の基盤となっているもの、他13件が再現することが容易でないもの、ありがとうございます。